12月2日、ユープラザ歌津を会場に、ユープラザ歌津主催事業、能楽公演アマが開演されました。この日演目を披露したのは、香川県高松市出身の能楽師、レイヤ陽子さんと、讃岐市出身の狂言師、山下幸一郎さんです。レイヤさんが香川県で能楽公演を行うのは、宇多津町が初めてとなります。香川にゆかりのある演目を披露し、能楽の深さを香川県でも広めたいと、同じ香川県出身の山下さんに声をかけ、今回の公演が実現しました。挨拶の後、演目が始まりました。はじめに能の一部を舞う姉妹、鴨と八島が披露され、狂言師の山下さんによる狂言こぶ売りの表情豊かな演技で来場者を楽しませました。レイヤさんが今回主役を務める「アマ」は、讃岐市の志度寺にまつわる伝説をテーマにした演目です。幼少期に母と死別した藤原房崎は、母が亡くなったとされる三州志度浦を訪れ、一人のアマに出会います。アマは房崎に、自分は房崎の母の霊だと明かし、我が子の未来のために自分の命と引き換えに、危険な海へと向かった母の話を語りました。房崎の母は自分の子を藤原氏の嫡子とするため、海へ潜り、秘宝を取り返しに行きます。母は胸の下を自ら切り裂き、秘宝を体の中に入れ、命がけで秘宝を取り返しました。壮絶な物語を、レイヤさんは迫力ある歌いと舞で表現し、来場者は見入っていました。香川ゆかりの伝統芸能に、終演には会場は拍手で包まれました。